メルカリってなんでうまくいったんだろうなとかって、メルカリの企業解説をやったのよ。で、今さらなんだけど、いや、メルカリうまく、単によく言われるのは、スマホ時代にうまく先取りしたよねって、ヤフオクはなんか PC でずっとやってて、スマホシフトうまくいかなかったで、もそれだけだと説明できないんだよね、で分かったの、オークションじゃなかったんだよかったんだよ。 それで、フリマだったからよかった。気持ちがね、そうの気持ちそう、出そうの気持ちが、はい、もう要は、スマホしか使わない人って、要は、 エアフォークを使ってた人たちってなんだかんだ言ってパソコン使ってる人だから、まあまあ頭いいのよ。だから、なんかアメリカにある、なんかやったこともないサザビーズのオークションみたいなものしかないのに、オークションがみんなやったことないんだやったことないけど調べて、あ、こういう仕組みなんだっつって、オークションって言葉に対応できるんだけど、スマホしか使わない人は、オークションって言葉に対応できないあと気持ちもあると思う。そう、気持ちもあると思うよ。なんてけど。親しみやすい。 つくかつかないかわかんないそう,そうそうそう。う嫌じゃないですか、ね。<う>なんか比べられたりして。そう。ヤフオクだと即決価格とかになってんだけど、うん、オークションの即決価格ってよくわかんねえよなう。うん、でもフリマですって言ったのが正フリマなんだよね。フリマって言う、もうフリマなんです、うんで。言い切ったことが結果として正解だったみたいな。うん、そういう風なのが好きなの。だから、チームラボはフリマは何だったんだろう。<laughs> 爆発したポイントですよね。いや、爆発はしてたんだけど、うん、それを、だからまあ、もちろんそれが正解というか、それがバズる、そうだな、みたいな。で、なかなかバズらないんだけど、なんかずっとやってたら、ある日突然ポーンっていくわけでしょうん、うん、で、それがそんな間違ってないし、それは後で言語化したわけじゃない。はい、今ね、今言語化したじゃん。俺もなんかそれをわかるよ。俺もそうだもん。ん俺がやってることもそうだもん。だからほら、はい、ミュージカルやってるじゃん、毎年。はい、あれも、要は、 すごい嫌なわけ、俺。あの、なんか、デジの式とかさ、なんかあの、宝塚、宝塚が一番やばいんだけど、宝塚は本当にこうやって見なきゃいけないからね。こうなやっいりとかしたら、いや、違うのよ。こう、あ、こうか。こうやって見なきゃ